あの男が帰ってくるどうも J2 沼チャンネルのつつんですということでいやー S ナイデルが J2 効かんと。 ということで、昨日ですね、レノファー山口の監督就任が発表されてね、ねもうこれ、J2 界隈中心として、ちょっとしたお祭り騒ぎになってるまあ J2 界隈というかね、ね主にジェフチバ界隈なのかなというのは、えー、思っておりますけど、犬ユナさんも相当、ね、長めのツイート、えー、されていましたけれどもね。っていうことで、まエ、あ、スナイデル、結構ね僕ら J リーグファンからしたら印象的な監督で、まあ、改めてどんな監督なのかというところで、 このねジェフチバー時代一番良かった時の、えー、スタッツを見てみるとあれ結構いいんじゃねみたいなところもあったんでその辺も含めてちょっと紹介していこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでまずこちら。 えまずですけれども、エスナイデル復帰ということで、17年から19年途中まで、えー、千葉で監督を、えー、されておりました、で時にやっぱゴールキーパーも運ぶほどの全体としてグッとしたハイラインで、えー、オフサイド取りまくるみたいな、まあ、戦術、まあ、オフサイド取りまくることが目的の戦術ではないんですけど、結果として、ね、オフサイドがめちゃくちゃ増えたっていうのが、えー、このエスナイデル監督時代の、まあ、J2 全体もそうですけれどもね、っていうことには、えー、なってきますんで、まあ、その エスナイデル監督が求める、ね、戦術とか選手を考えていった時にやっぱりスピードがな、ね、いセンターバックは通じないんじゃないかっていうのは感じますいうところでこちらには、えー、なってきますけどもねこれが、えー、J2 ジェフチバー時代一番良かった17年の時のあのジェフチバーの、まあ、データにはなってくるんですけども、ね、実は、ね、シュートの本数もリーグで一番多かった17年のエスナイデル監督時代の、えー、ジェフチバーでチャンス構築率も3位で1試合平均の得点数もリーグ2番目 多かったっったたててていいいうのののがが6年前、S、ナイデル監督が率いていた時のジェフチバーの成績にはえなってきます、まあ、シュート成功率も8位ということなんで相当ねオフェンスのデータはいいというところじゃ逆にディフェンスはどうなんだってところを見ていくとあれ非シュートの数も一番打たれていないし非チャンス構築率もリーグで一番良い数字を残して、まあ、要はピンチを迎えないしえシュートを打たれることも少ないっていうのがまあこれ当時のえジェフチバー時代のこのエスナイデル監督の数 なんだ系統も知っ統も 1点数一試合平均の失点数は高いし、非シュート成功率は高いといなかなかにねこれロマンあふれる数字ですよね。J2 の中で一番ピンチシーンは少ないし、シュートも打たれていないんだけど、失点数は多いし、非シュート成功率も高いというね、本、え、当、ーね、面白い数字残してるなと思うんですけどもね。という意外な数字と、まあれだけ、ね、ハイラインで特殊なサッカーをやっていると、オフサイド取りきれなかった時きに、えーね、簡単に決められてしまうとか、そういう関係性もなんかあ、ね、りそうな感じがします。 がうん、ただまあ全体的に見てねよしあしがはっきりしていてでもいい部分はやっぱりねあるというところの監督にはなってきますね。でこちら えー、ジェフチバー時代、2017年の平均差数ですね、まあ、このシーズンはだから最後7連勝かな、最後確か7連勝ぐらいして、ね、プレーオフまで滑り込むみたいな、えー、そんなシーズンだったんで、まあ、数字自体はそれはまあいいというところにはなってきますが、まあ、1試合平均のシュート数も1位で、枠内シュート率も1位ということなんで、本当、選手の、あの時のジェフチバーは、今もそうですけどもね、まあえー、選手個人個人の能力はそんなに、えー、悪くはない、清武、弟の後期選手がですけどもね、えー、ね大活躍を見せていて、 アリベととかイタリー時代のののジェフチバと思ううんですけどもねっていははこの数字には、えー、なてきますパスの本数も多いし、クロスの本数も多いというところで、30メートルライン侵入回数も3位で、えー、エリア内侵入回数も1位、保持率も2位というところなんで、まあ、どうしてもこうハイラインのイメージが強いんですけれども、しかし、自分たちで保持することもできるし、このスタッツだけ見ると、あれなんか山口の監督に合いそうだな、まあ、このレノンは山口が目指している監督というか、そういうまあえスタイル的には近いんじゃないかなっいうのは正直感じるところには、 えなってきますけどもねはい。 ことででを戻してですけどもね、えー、そうハイラインとかハイプレスのイメージが強いんですけどもねしかし、まあ、ま堅守速攻型といえるかっいうとそうでもなくてまあ、そこの使い分けですよね、自分たちでボールを持つ時間もあればやっぱ縦に素早く行くみたいな、本当ねある意味現代的サッカーをまあ6年前からやっていた、まあそれが通じなかったが2019年に解任に,には、えー、なっているんですけれどもね本当調子の良し悪しが非常にはっきりしていたかな、アントニオ・ジェフチバーですけどもね。てていう感じがしております本当だからある意味現代サッカーに通じ いいる部分もありますすんででて、まあ、てが全てじゃないですし、まあ、本当にハイラインが極端すぎるっちいう問題は、ね、もちろんありますしね、まあ、だからある意味こう現代サッカーとマッチングする部分ももちろんこれあるんですよねそれがだからどういう風に生きるかどうか、まあ、マッチング中このハイラインのところは結構ねハイラインハイプレスっていうのがマッチングする部分にはえなってきます、まあ、これハイプレスかどうかっていうのはちょっとさすがに思い出せないんですけどもしかしてまハイラインのサッカーであるのは間違いない、まあ、ハイラインすぎてちょっとねそこのバランスす、ね、り合わせがす ううままくいっっっててななかたのははジェフチバには、えー、なってきますし、まあ、ハイプレスかどうか分かりませんが、まあ、ハイラインであり、ね、そういう監督には、えー、なってきます、ね。あとピッチ外でいうとやっぱ白米禁止とか、ね、食事部分玄米にしていこうみたいな、えー、食事部分は相当、ね、これ気を使っている監督には、えー、なってきます。なんか味付けのないパスタかなんか、えーね、そういうのを食っていたみたいな選手もいるようですし食事管理っていうのは相当、ね、徹底しているこの、えー、スナイデル監督ですよね。結、まあ、結果体脂肪は結構ね、えー体脂肪 率が落ちてね選手のコンディションが上がったみたいな話も聞くんで、まあ、白米禁止って言うと、なんか、えーえー、多いみたいな感じに、えー、なるかもしれませんけど、割とそれでね選手のコンディションが良くなったとか、ね選手からの人望も厚いんじゃないかって言われてる監督にはまあ、なってきますんで、ちょっと劇薬ではありますよね、本当ね、えー、スナイデル監督就任というのは劇薬ではあるんだけれども、本当外から見る分には興味深いなあってのはえあります。まあ、僕はウラレッツのサポータータも20年ぐらいやって いるんですけれどもじゃあ、明日からね、ウラレッズの監督え、スナイデルになりますって言われたら、えーってなりますもんね、正直、えーって。まあ、だから、外から見る分には興味深いんでね、ね今後どういうふうな、えー、レノハンサッカー、本当、わかりません。激薬すぎるんで、これがね、良くも悪くも、どっちに転ぶか。しかし、さっきも言った通りり、ね、ジェフチバー時代のスタッツとか、ね、結果残してる時ももちろんありますんで、スタッツ時代は優秀な監督で、その講師におけるす、ね、り合わせがうまくいっていない、まあ、ある意味、ミシャに近いのかな。 っていうのは感じておりますが、まあ、ミシャはそれで、ね、ロマンを貫いて、ね、結果残しているんであれなんですけれどもこのエスナインデル監督が、ねまあ、全く J リーグを知らないとか日本の特徴気候を含めて日本人の特徴を知らない監督ではないんで、まあ、ある程度は、ね、理解力も あると思いますんで、まあ、日本の生活自体も、ね、監督もフィットしてくれると思いますんで今後、ね、この山口がどういう風な、ね、サッカーなのかちょっと見てみたい、まあ、すぐにエ、ね、スナイデル監督のサッカーっていうのが体現できるかどうか分かりませんがちょっとレノハの試合は、ね、追いかけていこうかなというのはちょっと感じましたけれどもね。と、はい、いうことで今回は以上にでります、ね。以上、パルブンテ J2 のまチャンネルのツッドでた。よかったらチャンネル高評価よろしくお願いします。さよなら。